ますが、量は全く違います。本当の商品、ご覧の通り、2商品も出されていますし、用意されている量もかなり多いです。はい、もう待ちわびてますので、早速、次の日も渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。よいしょ。はい、それでは早速皆さんの前でまず姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。はい、で大きく通りなぜ用意した量が違うのかといいますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらう母乳で体内分を補う役割なんです。今朝、早い時間にお母さんからお湯をもらった王妃、この人工のパンダミルクを少し多めに用意したというところです。はい、そしてミルクの後にはヒーターが最近よく食べます、こちらのリンゴ、リンゴも与えます。皆様、前の方少し座っていただきまして、後ろの方にも見えやすいよう、またお子様にも見えやすいよう、ゆとりアプリの観覧にご協力をお願いいたします。こちらにおります、オーシーとオーシーの現在1歳3ヶ月の双子のパンダです。ほら、あーちゃん、昨年の11月にお母さんパンダ良浜から親離れをしまして、こちらのパンダ園へ引っ越しをしてまいりました。現在良浜と良浜が飲んでおりますのはパンダ用のトラミルクです。だっこしてもらうシーンもなる、まぶしい、まだそんな良浜と良浜、親と大人と同じように竹を食べるようにもなりましたが、まだ現在ミルクも飲んでおりまして、このように1日3回ミルクも飲んでおります。いやいや、の子には専用の粉ミルクはございますが、パンダにもパンダレグレードをされ生まれてきまして、大きいは181g、186g で生まれて変わりましたが、1歳3ヶ月が経ちました。現在は体重は 45kg にまで成長しております。なくなっちゃった。成長はとても早く、1歳で30kg、2歳で60kg、3歳で90kg とどんどん大きく成長していくんです。